明治の外交官小村寿太郎公を紹介する顕彰展が日南市の小村記念館で開かれています。日露戦争後1905年にポーツマス条約を締結したことで知られる小村公。小村公と関わりのあった明治の人々の生き様について説明したパネル27点。展示の中には小村公が外交官となったと同時に生命に関わる大病と戦ったエピソードや寿太郎の入れ歯についてなどが紹介されています。展示のおすすめのポイントは、お医者さん関係ですね、寿太郎と、非常に体が弱い人だったんで、いろんな有名なお医者さんとつながりがあります。で特に今回は宮崎出身の高岡出身の高木兼弘とかですね、それから知られてないんですけれども帯出身の日高隆という兼弘の片腕だったお医者さん、この人たちのと小村寿太郎の関わりのエピソードをちょっとパネルで展示しています。こういったところをご覧になっていただくといいと思いますけど、江戸から明治時代に生きた姿を垣間見ることのできる小村寿太郎公顕彰展は11月30日まで小村記念館で開かれています。